3番の谷選手、そして4番のブラウン選手にチャンスを回して、今日こそは昨日の雪辱を果たします。雪辱を果たしたいオリックスですが、1回クデソンが捕まります。ノーアウト満塁で松中にタイムリー、さらにバルデスの犠牲フライでこの回2点を失います。一方大栄荒垣は5試合連続2桁奪三振の新人記録に挑みますが、谷への投球の際右足首に痛みを覚え、わずか9球で降板します。4回には4対3に追い上げ、なお2アウト満塁で谷、2打席連続のタイムリーで同点、勢いをつなぎます。なおも満塁で7月絶好調のブラウン、昨日の試合にフラストレーションが溜まっていたと悔しい思いをぶつけました。18号満塁ホームラン、オリックス昨日の屈辱をバネに今日は逆転勝ち、プロの意地を見せました。